俺のネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング4は AWM。 はい、どうもスコレです。今回はですね、まあ銀玉でですね、まあダイヤの方のガチャですね、ダイヤと銀貨で回せるガチャがあるんですけれど、まああれを回すとですね、トレーニング勲章が結構当たったりするんですよね。 2.2%、1%、3%忘れましたけれど、 2.数%ぐらいで当たりますので、今回はそのダイヤガチャを回した後、まあ無料でトレーニング勲章のガチャを回して、まあどうなるんかなっていうのを見ていこうかなというふうに思います。それではやっていく。というわけで今回はですね、まあ、大体銀貨がまあ20万ぐらい、ダイヤが15万ぐらいありますんで、これを使ってまあ回していこうかなというふうに思います。結構ね、これ巻きになるかもしれないんで、黙ってもいいかもな。とりあえず回しまーす。まあね、銀貨は俺そんなに言うて持ってないんで、どういうあれ？オッケーオッケー。あ、全部使用するでこれもう使用できるのか。なるほどね。しばらくはでも使用せんでいいだろう。オッケー、1個目。込めてて、ここは無理か。買い、18万、1万8000に変えてから、オッケー。で、ここからまた最大にして、ダイヤで回していきます。オッケー。あー、来た。車が来たね。あ、待って、車が来たけんさ、場面が変わったんだけど。場面が変わるとですね、いろいろ確認がめんどくさくなるんで、一回戻さないといけないんですよね。もう一回。あ、なるほどね。これで後でなんか、ジュースキンとか当たりまくったら、あれなんですよ。永久期間になるんですよね。オッケー。これテーマが来たらね、いろいろ楽なんですけどね。お、2個目。結構ポン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 。あ、3個目。結構ポン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 来るね。トレーニング勲章がね。うん。なかなか、あと、あれが来てくれないとね。テーマが来てくれればいいんですけれど。来い。テーマ来い、テーマ。これ、永久期間かよ。マジで。永久がね、うん、武器の永久がめっちゃ当たるけんさ。半分ぐらいなんか、キャッシュバックで帰って、これ全部帰ってきたね、これ。やば。オッケー、めっちゃ出るね、これやっぱり。トレーニング勲章、本当にめっちゃ出るじゃん。うん。待って、これ木刀買った方がいいかな。木刀確かね、入ってないんで、先にちょっと木刀も買っておきましょうかね。こちらの方からね。オッケー、これな。これを永久も買っといて、ね、永久を後で変換してからやっていくといった感じです。で、もう一回最大にしてから、オッケー。これほんとね、わあ、むちゃくちゃになる。ああ、いい、いらん、いらん、いらん。まだいい、まだいい。これでもう一回回していく。ほんと、ボンボン、ボンボン来るからね。テーマがでも、あ、テーマも来たか、ついに。ついに中に入っとるね。永久全部当てたんじゃない。全部当てとるね。むちゃくちゃだわ、ほんとに。でもこれ体験使ってもかなり、あれなんじゃない。ダイヤが戻ってくるんじゃないの、体験で。なあ。ギリギリまあ、永久期間にならない程度には、回しているような。まあ、そんな感じですよね。うん。これ体験の数ほんとにやばいだろ。また半分帰ってきたし、半分帰ってくるし、トレーニング勲章は増やせるしで、いたせりつくせりなガチャっすよね、今回ね。めっちゃもう楽しすぎるもん。また半分帰ってきた。これ体験使ったらマジで、トントンぐらいにはこれ待って増えとるんだけど、ダイヤ。車出たら増えるんだ。だからトレ君マジでめっちゃ来るな。本当に。前のね、ダイヤ増殖で増やしてる人とかは、本当にね、今回のやつで、まあ、得できると思いますね。うん。やっぱ、ああやってね、情報を掴んでおいて、得するってのは大事ですね。お、テーマもね、今、チケットに変わりましたね。チケットに変わってくれるのは、かなり嬉しいっすよね。一回これ10連じゃないんで、体験をね、使いましょうかね、体験。これか、木刀ね、めっちゃ持ってるじゃん。まあ、でも1日、そんなでも体験で、ああ、でも結構体験でも戻ってくるね。うん。バカにできないぐらい戻ってくるね。で、1個40とかね、あったりするから、そら戻ってくるわね。うん、めっちゃ戻ってくれやん、これ。やば。テーマだね。テーマもだって、テーマはね、言うて、体験はそんなに、キャッシュバックされないんで、まあ、あれなんですけれど、ここからまた戻りましょうかね。戻ってまた追加で回していくと。オッケー。やばいな。また増えるし、やば。マジで永久期間だね、これ。本当にこれ忙しいやつじゃん。なあ。オッケーオッケー。めっちゃ増えていくじゃんな。またこれ結構回せるんじゃないの。なあ、トレーニング勲章もね、まあ、トレーニング勲章自分もともと20個持ってたんで、そっからのスタートですから、まあ、倍ぐらいに、40個ぐらいにこれ、大会になっとるんかな。そんな感じはしますけどね。うん。そんな感じはね。あ、でも永久が今回あったけん。こんなもんか。で、また体験が溜まってるから、体験を使っていくと。忙しいな、これマジで。マジで、忙しいんだけれど。から、
おいおいおい、これめっちゃあるな。本当にめっちゃ返ってくるからね。これでもしも体験バグとかあったらね、マジで永久期間でしたね。うん、体験バグ起きなくてよかったですね。うん、あれ起きたらもう本当に、増えに増えまくるから、おトレーニング2つ出た。あ、そんなこともあるんだ。まあ、2% だからね、2つ出ることもそら、あるわな。うん、2つ出ることもね。OK。で、もう一回戻して。忙しいな、これ本当に。マジで忙しい。でもそろそろ終わりそうっすね。うん、そろそろ終わっていく感じかな。こう使って。で、またこれ10連回すからね。また10連回して。マジで永久期間なんだよな。うん、ここで10連回していく。あ、ミスった。最大。がっつりでも回せるな、これほんと。マジでダイヤ増やしとった人とかはね、痛せり尽くせりな感じなんじゃないかな。あ、待って、ミスった。まあいいか。ここで、交換。あ、でももうすぐ終わるかな。もうすぐ終了ですね。OK。3連だね。3連回して終了ですね。3回回して。これ体験、あ、だよね。また体験来るよな。一回回しとこう。一回回して。また体験待って二つ出たけんさ。これまだ終わらん感じ？こっからちょっとぐだるんじゃないの？一回回せる感じだ。こっから、まだ回せるドンって感じになったね。一回。まあでもこれで終わりか。さすがに。あ、待って、もう一回だ。あ、オッケー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 。まあ今の MV はまあ変換しても回せないんで。これでどれぐらいトレーニング勲章が増えたか見ていきましょうか。いくつ増えた？これ。専属ガチャ。36。ああ、だったら、16個増えたんだ。結構でも増えますね。うん。じゃあ、こっから、まあ、18回トレーニング専属ガチャも回せますんで、これも回していきましょうか。うん。こっちはでもそんなにね、多分当たらないと思うんだよな。期間中だし。待って、ここでもダイヤ増えるんだ。ここでもダイヤ増えたらさ、また回せちゃう感じになっちゃうじゃん。ねえ。まあ、チケットに変わってくれた方がまだ嬉しいかな。これもチケットやろう。できればなんか車とか来るとね、動画映えするんで、来てほしいかな。これダイヤになるやろ、多分。だら、あ、持ってないんだ。あ、なったなった。500ダイヤね。あーい！おい、もういらん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 。いいって、呼んでない。お前も確か4000ダイヤになるやろ、俺持っとるけんな。呼んでないよ、マジで。呼んでないのは来なくていいんだよ、そうやってね。出しゃばらなくていいんすよ。出しゃばらなくてね。うん。いいんですよね。まあ、チケットのまだいい。OK。なあ。これでもか、でも、ジュースキンかなんかね、当たってくれると、かなり嬉しいんですけどね。あ、でもさすがに18回だったら、そんなに来んかな。スプレーはいらんよ。うん。OK。あ、こんな感じか。OK。こんな感じで、まあ、回していきましたけれども、まあ、かなりですね、トレーニング勲章出ますんで、まあ、なんやかんや回せますよと言って、感じですね。また当たったし。うん。まあ、なんで、ダイヤをね、たくさん貯めていらっしゃった方は、この機会に、ま、いろいろ回してみるといいんじゃないでしょうか。これもう一回回せるんだけど、うん。まあ、いいや。これちょっと最後締めながら話しましょうか。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンよろしくお願いします。Twitter やってます。フォロバしろと言われたらフォロバしますので、よろしくです。TikTok 見れてもそちらもやってますので、そちらの方も皆さんよろしくお願いします。最近ですね、LINE の方を始めました。LINE の方では動画の通知や最新情報の方をお届けしておりますので、そちらの方も登録よろしくお願いします。それでは。